これでマサヤさんともお別れか。二人とも悪く思わないでちょうだいよ。うん、まあそれは結局学校の総意だものね。ただね、リセさんが負けてしまったの、もしかして私のせいかもしれないわよ。ん？どういうこと？それ。マサヤさんの頭はすっかり私のことで締められてしまった。だから、白百合会の活動にも身が入らなかったのかもしれないから。いや、本当にね、冗談じゃなくて。マサヤさん。頭を上げてくださいな。それがもしそうだとしても、敗戦の原因はあなたにあるわけではないのだから。でもそうだとしても、勝てば来年も一緒のスクールライフを送れるわけでしょ。だったらやっぱり雅也君にとっても意味はあるわけで。将来？結婚とか？なるほどね。頑張りなさいな。あなたならきっといけると思う。ありがとうございます。何よ、マサヤさん、泣いてるの？大丈夫だって。リセさんに頼んで、ちゃんと週に一度は会いに行ってあげるから。ああ、そっか。うん、そうだね。来年の卒業式の日は、私もきっと大泣きだろうな。うん、ちゃんとガス、水道、電気は使えるようになってるわよね。食器は？椅子やテーブルは？準備は万端ってわけね。ふっふっふん、ならいよいよ私の出番だな。もはや秘伝と言っていい域まで研鑽されたレシピはここに。お待たせ。じゃあ食べましょう。試食では何にしたんだけどね。家じゃ焼けないって言ったら、ルリコさん悲しんでいたわよ。さあ食べて食べて。
ねえ、マサヤさん、今から私、ズーズーしいことを言うから、その自覚はあるから、マサヤさんもそのつもりで聞いてよ。将来女子アナになった私は人気も急上昇。きっと仕事で時間を取られる毎日を送ると思われるわけ。愛する旦那ともすれ違いの毎日、座り婚の危機かなんて周りは思うかもしれないけれど、そうは問屋が下ろさない。なぜなら私は旦那さんの胃袋をがっちり握っているから。こんな美味しい料理が食べられるとしたら、君はきっと私から離れられない。そうじゃない？それにスパイスにはもう一つ効能があります。粉にすれば何が混ざっているかわからないわ。それは要するに愛情とかも簡単に入れられるってわけよ。じゃあ私も食べよっと。うん、美味しいじゃない。好きな